おはようございます。おはようございます。久々の YouTube 撮影です。なんだこれって思った方スローブです。大丈夫、スローブです。みんなが知ってるスローブです。もう来る前からさっきの立ち位置だったんですけど、なんかもう一人一人来て自然とこう座っていったらこうなりました。初登場のメンバーがいますよね。あれ、はい、はじめまして。しゃべる、はじめまして。名前はピーちゃんです。ピーちゃん、ピーちゃんだった。それ結構重いよね。はい、すごい、こっちプルプルしてます。自己紹介お願いします。はじめまして、小栗さんと一緒にプレスをやらせていただいております、魚住と申します。拍手しちゃった自分で。30歳1児の母、鹿児島県出身です。4月よりプレス仲間入りとなりまして、これからあの YouTube もたくさん多分登場するかと思いますので、ぜひ皆様お願いいたします。拍手は拍手流れします。何回お辞儀をしたでしょうか。コメントは。企画を言う前にちょっと皆さんに質問、まあ、5月、6月、7月、8月といえば、はい、私が苦手な暑い、やめよう、やめよう、やめよう、5、6、7、8、まあ、俗に言う夏ですよね。暑い時期です。すごいパスが待ってた。海、あ、うん、サザン聞く季節。それが海です。ちょっと待ってください、これ大丈夫。ちょっとウィリング、これ大丈夫ですか。やばいかも。そう、フェスです。まずこの正解だったか。正解だったか。スローブ、なんと今年のグリーンルームフェスティバル初出展。すごい。え、すごいですよね。めちゃすごい。みんな大好きグリーンルームについにスローブが降り立ったということで、結構今事業部内のなんか士気も高まってしまう。フェスに向けて結構なんかワイワイしている、そんなそんなスローブなんですけれども、そう、野外イベント最近増えましたよね。こうアクティブに動けるようなイベントが増えてきて、野外イベントの服悩みませんか。確かに、確かに久しぶりでちょっとなんか忘れてる、余計に悩むかもしれない。そう、なんかいざフェスって聞くと、まあ、なんとなく頭の中でフェスっぽいコーディネートって想像できるけど、まあ、実際スローブ女子は野外イベントとかそういうフェスに向けて何をどう着るんだろうなっていうのが気になったので、今回の企画、アパレル女子の野外イベントコーデは一味違う説、検証したいと思います。久しぶりの検証だ。動画です。皆さんおしゃれなので、あ、さすがだな、あ、やっぱ違うなっていうコーディネートを見せてくれると思うので、自分が、まあ、グリーンルームせっかくあるから、自分がグリーンルームに行くならでもいいですし、まあ、よくあるそのいろんな野外イベントをイメージして、まあ、いわゆるフェスに行く体で明日コーディネートをおのおの組んできてください。はい、はい、わかりました。ではレッツフェス。聞いてない。詳細を伝えたくて、そうですね、あゆみと今別撮りしております。はい、そう、まずグリーンルームがどんな空間かというと、はい、多分スローブでこんな打ち出し初めてだと思う。初ですよ。和をイメージした空間となっております。はい、私たち結構夏祭り的な感覚でグリーンルームを企画したりしてたので、大きいスローブ特製ののれんとかおみくじとか、あとあんまり漏れないプリクラ
も携帯で撮って映えるやつ、そう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 設置したりしております、はい、で、あのグッズもすごいこだわって、はい、そうなんです。ちょっとあゆみ紹介していいんですか、うん、ちょっと実はですね、私もバイヤーになって初めて自分でちょっとセレクトして仕入れたブランドがグリーンルーム限定で展開するんですけど、熱いね。そうなんですよ、ちょっと皆さんにお披露目ということで、それこそテーマの和とか、うん、ちょっとお祭りみたいなのところから、うん、私もイメージして今回アイテムを集めてきました。おかっこいい商品がさっき届いたので、うん、そうもう今だって大食いさんとなって商品を私もさっきチェックしてたんですけど、本当に可愛くて、まずこのかんざしたち見てください、かわいい。これ以外にもたくさんバリエーションがあって、こういう別光みたいなタイプとか、こういうカラーがあったり、これさ、すごい、ちょっと歩みのこんな感じですか。あ、かわいい。サクッとこう、本当に刺すだけですごい可愛くて、シンプルなカットソーとかにもうデニムにこれとかも可愛いですし、なんかお祭りの時って浴衣着てかんざしとかするじゃないですか、そこからちょっとイメージしてたくさんかんざしを集めたのと、あと同じブランドでデコアモンと、そうなんです、すごい繊細なこの柄のバレッタも仕入れてます。当日ブースでなんか実際にヘアアレンジとかなんかレクチャーできたらいいなって思ってます。実際にあゆみとかヘアアレンジ上手だしさ、すごい好きなので、購入してくださった方その場でアレンジとかしてできたらいいですね。他にもちょっといいですか、いろいろすごいこんなじゃあ本当にかわいい、これかわいくないですか。皆さんこれ何だと思いますか。これカンタバッグなんです。見えますか、ここが結んであって持てるようになってるんですけど、全部この柄と素材アソートになってて、この細かい刺繍とかとこう中も生地がめっちゃ可愛くないですか。めっちゃ可愛い。あのさ、私これが欲しいの、この赤いやつ、これ。そう、大串さんの推しはこれ、すごい可愛い。なんか刺繍が何クジャクみたいな。そうなんです、元々のプリントの上にさらにカラフルな刺繍が施されてて、このブランドのロゴが入ったチャームみたいなのもちょっとキラッと効いてて、すごい可愛いんです。可愛い。これもなんかちょっとお祭りっぽくないですか。お祭りっぽい。 T シャツとトートの他にハンカチもみんなでオリジナルで作りました。この特別にグリーンルームのためだけに作ってもらったロゴが刺繍されたミニタオル、はい、これ本当に全部刺繍なんです、プリントじゃなくて、コンパクトなサイズ感が結局お祭りとかフェスの時は便利なのよ、ね、はい、なんかハンカチ忘れてきても大丈夫です。皆さんそう思います、意外と朝急いでると忘れがちなので、そうあの買い足しもいいですし、なんか記念で、私なんかハンカチとか旅行先とかで買うの好きなんですけど、そういうなんか思い出として買いやすいですし、うんうん、いいと思います。おはようございます。フェスですナンさんのフェスコーデ行きましょう。はい、行ったことがないんです、まだ実は。え、そうなのこんなにもフェスコーデ上手なのに。本当ですか。うん、ちょっともう本当にイメージでしかないんですけど、まずこの T シャツをメインにちょっと考えたくって、これは、これは噂の、はい、グリーンルーム限定のフェス T でございます。はい、もう色合いがすごい可愛くて、うん、これで絶対作りたいと思って考えたんですけど、ちょっと足はあのボトムスは、柄を合わせて縫いました。これサラマリカのパンツなんですけど、はい、実は27日に初めてお店に立ちます。お店に立ちます。あ、違う間違えた、グリーンルームに行きますナンさんもグリーンルーム立ってくれるんだよね。はい、もう
汗をかいてもこのフェスティが吸ってくれるので、これ本当に手持ちのところがすごいなちょっと長くて肩にかけやすいちっちゃめのカバンとこのトートを持って行きたいなと思ってます。このさちっちゃいバッグには何を入れてるの？これ実は結構入ってて、携帯とリップと財布です。マムさんめちゃくちゃフェス初めてですとは思えないぐらい素敵なコーディネートだよ。ありがとうございます。はい、マナピオも参戦します。いいね、なんか対照的で確かにすごいかわいい。ちょっとこのシンプルなタイプです。かわいいですね。初参戦なのでちょっといつもよりも気持ちカジュアルを意識してきました。なんかもう普段の服なんですけどちょっとだけ色とかサングラスとかで様子を入れてみました、うん、雨すりのニットスローブの今年のなんですけど、こちらとあとすごいみんな結構スタッフ所持率も高いピンタックのフレアパンツを着用しております。洗えるのがやっぱりフェスだと大事かなって思って、汗ばむので洗えるもので着ております。このグリーンルームの特別にご用意しているトートバッグで、ナンバー3と色違いのナチュラルの方です。このやっぱりきなりに赤ロゴって鉄板に可愛いですよね、うんうん、ついついこういうなんか柄物でも馴染みますし、モノトーンにも程よくアクセントになってこういうの手に取っちゃいます。シャツはいつもだとこういう感じでさらっと羽織るんですけど、まあ、フェスなので会場に着いたらちょっと巻こうかなと思って、バッグがこれなんですけど、私はこのちょっと半分出す腕を出す着方がすごい好きで夏やりがちです。え、すごい可愛いね。半分着て半分脱いでる感じで可愛い。シャツだとこういうアレンジできるのでいいですよね。暑い時はもう半分ノースリーブで夜寒いんでその時羽織ってもらって日中は結ぶのもめっちゃいいと思います、うん、これ本当はメガネなんですけど、うん、あの超光レンズでサングラスになるタイプで、かわいい自分では見慣れないんですけど、なんか部屋ではちゃんともうメガネになってくれるので取り入れやすいです、うんうん、私のテスコーデでした。ありがとうございます。バイバイ。フェスコーデ、フェスはちゃんとした音楽の野外フェスは初めてなんですよ。初めての野外音楽フェス、グリーンルームに行くならこんな感じです。もうね、さすがさすがプレスですよ。いや、ジュールゼファーというブランドの水着とかも取り扱いがあるんですけど、パレオです。一枚の布っていう感じなんですけど、かなり大判のストールみたいな形で、それを肩と腰で一回ずつ結んで巻いてるっていう感じです、うんうん、あのちょっとリゾート感を出しております本当にマルチに何でも使えてすごい軽くて大判なので良いかなと思ってこれを選びました。別注スロボが別注のリーバイスなんですけど、うんうんうん、こんな感じでデニムを1枚かませております。中はビアトップを、本当にこれなくてもタンクトップなくてもいいんじゃないかってぐらい暑いんですけど、うんうん、一応あの脱げるようにパレをこう子供にかけたり敷いたりしてる時も快適に過ごせるようにタンクトップを着ておりまして、足元はもうどんなお天気でも大丈夫、私の味方ウーフォスです。うん、可愛い。ジップとかもないのですぐ手が突っ込めて携帯とか取り出せるっていうのもあって、ここにポケット代わりにお供として置いときたい。こうリアルになんか水とか割と荷物実は持ちたいかなと思うのでサブバッグとして持っております。やっぱりみんなこれは外せないみたいみんな大好きトートバッグの
グリーンルーム限定デザイン、こんな感じで限定のロゴスラブラボと、あとなんかちょっとそれぞれあのグリーンルームのテーマに沿ったアート、カルチャー、ミュージックみたいなところからでメッセージが書いてあるデザインになってるので、うん、なんか今年のこのグリーンルームに来たんだっていう思い出として、うん、なんか全然夏以外も使いたいなっていうグリーンルームの思い出アイテムになるかなと思います。私のグリーンルームコーディネートはこんな感じです。ぜひグリーンルーム皆さんお越しください。お待ちしてます。おはようございます。暑すぎてこれ夏でもうちょっとまだかなって思ってたんですけど間違ってきちゃったかな。夏え今日だって30度ですよ。やばいやばい。フェスコーデ、はい、どんな感じですか。はい、私はちょっとシティ型の少しこうこういう感じのフェス揺れる感じのフェスをイメージして着てみました。はいはい。まあ何度か行っているので、うんうん、なんとなく周りの人の雰囲気だったりとかこういうの持ってった方がいいなとかこういうのはちょっと参戦しづらかったぞみたいなのはなんとなく把握はしてるつもりです。おー、頼もしい、はい、じゃあちょっとポイントとか教えてもらってもいいですか。はい、まずトップス、なんといってもトップスはもう T シャツ、はい、うん、一択とは言わないですけどほぼ一択それは一択では私はとにかく汗をかく、うん、汗を吸収し発散し汗じみを気にしないでいいのはやっぱり白い T シャツかなと思います。これグリーンルームのためにオリジナルで作った T シャツなんですけど、そうめっちゃ可愛い。これすごい可愛くて昨日ナンさんもあの重い色の方を選んでて、こっちの方がコンパクトに着られるので下にこう派手なものとかを持ってきた時には、うん、バランスが可愛いんじゃないかなと思っております。これスカートも色いいですね。あ、そう、赤と合わせたんだ。合わせました。かわいい。普段日常的に赤そんなに着ないので、うん、あえてこういう時だからこそ着た色かなと思って選んでみました。まあ、やっぱりサングラスは必須ですよね、うん、これちょっと私物なんですけどもプランのサングラス。足元は、足元はガチフェスだとサンダルは踏まれちゃうので気をつけた方がいいので、うんうん、スニーカーも持参した方がいいと思うんですけど、まあ、少しこう人と人の距離のあるゆとりのあるフェスだったらこういうサンダルとかでもいいかなと思います。はい、荷物は少し多めに入るバッグ、まずはスポンソリックこれはあった方がいい、うん、これないと本当にあの夕方にかけて楽しめなくなっちゃうから、うん、これちょっと畳める帽子、私あのずっと帽子かぶってるとさらに汗かいちゃうので本当にこういう日差しの強い時だけ帽子をかぶるんですけど、風が強かったりするので、うん、これはあった方がいいのと途中でこう外した時にここで止まるのがいいので帽子の選び方はちょっとそこをポイントに選んでます。何か買った時にショッパーがなかったりするので、うんうん、エコバッグは持ってった方がいいかなと思って、あとなんかこれとかを預けちゃってちょっと身軽になりたいよとかであれば、うん、なんかサコッシュとかこういう体にパッて持てるトートバッグあった方がいいのかなと思って、これもちなみにグリーンルームのシリーズで、え、この赤、え、もう私これ結構完璧に近いスタイリング写真撮るときは、はい、ちなみにこうこのロゴ見せつつちょっと体細く、はい、お腹へこましつつキラみたいな待ってポージングまで伝授してくれるの神なんだがこれ何人か並んでますか3、4人並んでこうやってやってる。彼と撮る場合のポージングは3、2、1え、友達と撮る場合は3、2、1推しと撮る場合は3、2、1レパートリー少ない全部全部なんかこうリラックスをテーマに少し色だったりとかポイントをつけてコーディネートをしてみました。ぜひねグリーンルーム、はい、私たちも立ちますので、はい、本当にお祭りなんで立ち寄るだけでも余
待ちしております。沢口さんの野外イベントコーデ、はい、こんな感じでした。バイバーイ。おはようございます。おはようございます。あやこさんの野外イベントコーデ、はい、なんかもうガチ勢の匂いが本気すぎたかな。いやいやいや、参考になります。はい、あやこさんはちなみにフェスが好き？好き。コロナの前とかは年に1回は一度は必ず行きます。あ、すごいすごい、はい、じゃあもうプロにプロに聞けるのはすごい嬉しいと思います。結構野外イベントって行ったことない方とかも多いから。あ、ね、そうですよね。そう、でもおしゃれにしたいじゃないですか、うん、今日はどんな感じで組みましたか？私の大抽選は通気性です。通気性、風が通る性能と書いて通気性ですなので T シャツなんですけど、さらに通気性のいい、ちょっと今年はシアー感がトレンドなので、うんうんうん、シアーのスラブ展示感と、パンツも結構ワイドめ、かなりワイドで風がね、風の通る道を作るっていう、うんうん、ワイド。足元はスニーカーですかね、ほとんど。ビーチサンダルとかだとこうやってペッタンしちゃうんで踏まれないスニーカーで、ちょっとそこがソールの厚いやつを履くと、はいはい、若干背が高くなって見やすいぞっていうなるほど、はい、細かすぎて後ろの人に迷惑にならない程度のソールの厚いやつ。でも大事ですよね、はい、と、あとサングラスはかわいい必須ですね。本当に本当に暑いので、うんうん、帽子もなんか日差しがあるときはかぶります、うん。海沿いのフェスとか風が強いんで。そうなんですよね。これついてないとピョーって飛んでっちゃうのでちょ、バカっぽいですか？紐ついてた方がいいですよね。絶対いいと思う。あと結構ね、音楽こうやって聴いてて楽しくなっちゃって、はい、気づいたらポロリみたいなことも起きる。なんですか、この私の乗りを乗ってる姿を撮られておりますけど、これホリデイのヒカーシシティショップで買ったボディバッグ。これはですね、カッパです。カッパ、野外フェス天候が変わりやすい場所で行われることも多いので、急に雨が降ってきちゃった時とか、あと夜寒い時とか、どちらも使えるの で結構フェスって傘 NG のところも多いので、うんうんうん、スローブのディレクター、カッパまでもおしゃれなんですかこの柄のカッパ、見たことない本当に どこで怪我することもあるので、はい、まあそこ、さあお財布と携帯、買ったものをフェスはご飯買ったり、結構アパレルのブランドさんとか古着屋さんとかが出店してて、うん、物を買ったりすることも多いので、エコバッグ、やっぱりみんなお気に入り、グリーンルーム限定、ね、持ち手が長いのがいいんですよね、うん、クロークがあるパターンのフェスも多いんで、ちょっと今日スッカスカなんですけど、はい、ちょっと大荷物のフェスの時とかは大きいバッグ持って行って、そっちに荷物は全部入れて、これだけで会場に入ります。暑いんで、ね、塩、塩分、塩分補給の塩飴と、はい、なんかフェスって何かとベタつきませんか？なんかこぼしちゃったりとか、はいはいはい、気づいたらなんかこの辺ベタベタしてることがあるんで、これはですね、除菌シート、あと写真撮ることも多いんで、リップとちょっとしたお化粧直し道具。さすがフェスに慣れているプロは、面構えが違うね。違うなフェスの極意は心も体も通気性。ちょっと下横さん、つまんないスローブグリーンルーム来ていただく方、初めてのフェス出店でもみんなとっても楽しみにスローブチームをしておりますので、皆さん一緒に楽しみましょう。待ってます。おはようございます。おはようございます。ここまでの野外イベントコーデ、はい、どんな感じでしょうか？虫がね、はい、こんな感じです。いいね、
なんだろう、いつものホコマル感がありつつも、はい、あ、野外だけちょっとだけリゾートでリラックスした感じを、もうおっしゃってくださったように自分の好きなテイストに乗せたようなスタイリングにしてみました。でも結構細かくいろいろグリーンルームもあるので。そうなんだよね。ですよね。なんか野外イベントを最近意識し始めて、うん、でもまあ自分が行くならこんな感じかなと思って、ちょっと都市型のフェスに車で行くという設定で組んでみました。車で？はい、なんかもう荷物は結構私はいろいろ持ってきたいタイプなので、うん、なんかまあ車かなっていう結構無理やりな設定にしております。まあ T シャツとかもいいなと思ったんですけど、うん、ワンピース、そう、なんかこれが多分ホコマルっぽいんだよね。リラクシーに着れて、うん、まあ暑いので通気性がいいものと思ったら、なんかこのワンピースがぴったりで自分の気分にも合ってたのでチョイスしてみました。やっぱフェスって聞くとさ、野外イベントって聞くとすごいやっぱカジュアルなイメージをさ、はい、思い浮かべるじゃん。でも私もそうなんだけど、そんなにやっぱみんながみんなカジュアル好きなわけじゃないから、はい、めちゃくちゃ参考になる方多いと思う。嬉しい。意外とでも都市型のフェスに行くと、うん、なんかこういうワンピースを着たお姉さんとか、わかるわかる、なんかおしゃれな人とかいるなと思って。いるいる。なんかこれすごいスローブのなんですけど、うん、ぴったりだなと思って。またアクセ使いもチャリチャリ言うてますか？すいません。これあの桜子さんがフランスで買ってきたやつ、この間買ったんですけど、うんうん、それとちょっと普段は重ねないんですけど、まあちょっとフェスだし賑やかにしてみようかなということで重ねたのと、うん、タバコのパールもつけてみました。足元はレインボーのサンダルなんですけど、うん、トングサンダルなんですけど、本当にふわふわですごく歩きやすくて、長時間履いても痛くならないので、フェスって多分ちょっと歩き慣れてた靴の方が私はいいかなと思ったので、意外とめちゃくちゃやっぱり歩くし、なんか会場から会場までの移動とかもあるじゃないですか、うん、なので結構もう何年か履いてる自分の足に合ったトングサンダルにしてみました。ケッシュのカゴバッグ、うん、まあ車で行くしいろいろ荷物1個にまとめようっていうことで、大きいのを、まあ、スタイリングのポイントにもなるのでチョイスしています。なんかインナーと T シャツは一応めっちゃ持ってきた2枚ぐらい。下にデニム履いてるから、もうワンピース脱いじゃうよってことか。はい、もうこれは多分上の方が汗をやっぱりかくかなと思ったので、うん、これを脱いで帰りはもうこういうのに着替えて帰ろうかなと思って着替えをうん、うん、持ってきたのと、あと会場に行ったらさすがに大きいバッグでは回れないので、なんかちっちゃいバッグ、サコッシュ私実は持ってなくて、うんうん、斜め掛けとかするよりもこれぐらいのものの方が自分は好きなので、まあ会場ではもうこれ1個、私はこれ、あの本当大事だよね。めっちゃ大事ですよね、うん、私のフェスのスタイリングはこんな感じです。グリーンルームもお待ちしております。お待ちしてます。おはようございます。めっちゃ可愛いね。ド派手ですね、私は。フェスの勝手なイメージなんですけど、うん、色を着たい、うん、写真をいっぱい撮るじゃないですか、うんうん、上半身で映えさせたいなと思って、ラフなんですけどこうパッと目につく鮮やかなピンクの T シャツを選びました。これさ、くくってる？そうなんです。ここで一回くくって中に入れてちょっとクロップドにして、ちょっと普段は私腹チラみたいなこういうコーディネートできないんですけど、そうなの。普段は私ちょっとこうお腹を出したりとかあんまりできないんですけど、そうだね、フェスだったら、うん、なんかできると思って、みんな割と何でしょう、ノースリーブとか露出多めのお洋服着てる方も多かったりするので、うん、思い切ってこうクロップドにしてみました。ハットじゃなくてキャップなんだって思った。なんかハットもいいかなと思ったんですけど、うん、風でちょっと飛びそうなのと、あとはなんか日よけに、私が持ってるハットって結構日を通しちゃって、うんうん、あの結
局日よけにならないなと思って、熱中症対策とか日焼けしたくないっていう意味も込めてキャップにしました。後ろどうなってるの？後ろはこんな感じで、ちょっと金具もキラッとして可愛い。あゆみ、最近ピアスの調子どう？ですね、悪いですね。穴が安定しない。皆さんすごく聞いていただくんですけど、全然こちらの耳がですね、安定しなくて、毎朝ピアスをつけたいんですけど、時間がかかってしまって、こっちの耳だけ遅刻しそうで諦めてます。フェスは私は結構大きめのフープとか、こういうプレートのタイプとかをつけたい。なんて言うんでしょう、キャップとかに T シャツでラフなんですけど、こうアクセだけキラッと大振りをつけてるみたいなのが私的ポイントですね。はいはいはい、パンツはリネンの結構ワイドなパンツなんですけど、白とかで合わせたい気持ちもあったんですけど、やっぱりフェス汚れとかも気になるので、リネンで涼しくて汚れがそこまで気にならないくらいのキャメルで選んでみました。 B さんでもいいかなと思ったんですけど、ちょっと普段の私とスタイリングなんでしょう、テイストと比べてラフになりすぎるかなと思ったので、ちょっとこうキラッとするフラットなサンダルを選びました。このパンツさ、はい、裾かわいいね。そうなんです、今気づいた。切りっぱなしみたいなデザインで着丈長いんですけど、こういう裾のデザインだとちょっと引きずってもそんなに気にならなくって、バッグは皆さん選ぶと思ってたよ。トート大好きで何個も持ってるんですけど、これもすごく欲しいです。みんなで何回も会議を重ねて、はい、そうなんです、作った、考えたトートです。赤かなって思ったけど、あゆみアイボリーだった。はい、なんか淡いピンクとかだったら T シャツがあえて赤のトートでも可愛いなと思ったんですけど、今回ちょっとパキッとカラーのピンクを選んだので白にしてみました。でもこのピンクとこのロゴの赤のさりげない、なんか何でしょう、可愛い色の合わせも私はすごい気に入ってます。この中にはですね、一応何度か塗り直したくて、イソップの日焼け止め、前も私 YouTube で紹介したんですけど、今年も使ってて、匂いが日焼け止め特有の匂いがしないので、なんかこう人といる時とかも塗り直してもそんなに不快な香りがしなくて、むしろいい香りなので、これは絶対に持っていきます。サングラスですね、こんな感じです。かわいい。これは出張の時に見つけたヴィンテージのサングラスなんですけど、すごい古いヨーロッパのビーチサングラスですかね。すごいかわいいね、似合ってる。はい、こんな感じです。乗り方が乗り方グリーンルーム当日、私たちもおしゃれをしてお待ちしてるので、皆さんのこと楽しみにお待ちしてるので、ちょっと皆さんもこだわってフェスコーデ組んでいただいて、ちょっと店に来てほしいなって思ってます。違いがね、私が言う前にもう欲しがっちゃってる。言っちゃった。それがあゆみのグリーンルームのグリーンルームのコーディネートです。She said she don't wanna leave, ain't even playing for keeps.